怖いですよ、ね、怖い怖い、絶対怖い。じゃあそれをなんで思いついたかって、ホームに行って、ホームで結構水はけのために斜めに行ってるじゃん。ああ、なってるなってる。これ、もし車椅子が線路に乗っかったら面白いんじゃねって。ああ、線路の幅なんてこんなんだから。まあね、結構でかいからね。アイドカー一回ジェットコースター乗ったの。ジェットコースターと、あの、ビューってさ、下からこう上がるやつに、あれ乗ってさ、結構、まあ、昔以上にこれ、死んだことあるで、ね、死んだことあるんですよ。エキスポランドになっちゃなかった。でもなんか2人でディズニーランド行かねとかいう話してたから。ほんと大好きですよ、私。カリブの海賊がさ、あ、じゃあ全然、新しくなったけど、一緒に。そんな乗ったらね、多分ね、もう固定しようがないよ。固定されないから。一番最初だけだよね、落ちるの。そうだって、あのね、固定されるけどね、実際に切ってじゃあ、ふーってなるのが、ふーってなるのが嫌なんでしょ。ふーっとかで、ね、なんかね、なんかこう、てて心臓が抜けて。じゃあ私が横でこうやってやってますよ、これずっと。車椅子ごとメリーゴーランドでこの間乗った。去年の夏、あ、楽しくない。え、楽しい。ブレーキ外しちゃってそういうこと。うわーみたいな。それなら楽しいから。もう食べないの。ちなみに私は結構いっぱいですね。なんかいっぱい。いいっすよ。まあね、なんか妻子がいるとこんなに腹が減るのかなと思うから最近。食ってきたもん、今日カレーでした。いやさっき なんとかバーガー食ったっつったやん。でその後、下町の名物の100円バーガー食ってきました。すごい食ってます。すごいね。じゃあ、ディズニーランド行くときディズニーマニアを連れてくるわ、2人で。私も実はマニアっすよ。いや、半端ないよ。だってディズニーが好きで、好きで好きで仕方なくディズニーランドで働いてたんですよ。やだー、働いちゃうとな。1位のランドのパスポートを年間を持ってて、年に100回はパレードだけのために行ってるから。痛い。大学、専門学生なの。ピラミリ系の。で、学校終わって、で、1位までやったんだけど、5時からだったらパレード間に合うからって行くようなやつなの。かわいい。でも3日に一遍。ディズニーランドは何も考えないで、あ、ミッキーだとなるぞだって言ってる方がいいような気がする。そう、あのディズニーランドの、日本の場合ディズニーランドの着ぐるみの中は全員女だって本当なんだろう。ほんとでしょ。なんか抱きついたりなんかした時にこう問題にならないように。うん、ただあのディズニーランドが立ち上がった直後にディズニーランドのステージショーの舞台監督っていうのと友達で一緒に遊んだことがあるんですよ、うん、でそれであのダンサーたちに日本のレジャーを楽しませたいから一緒に海に行ってくれないかって一緒に海に行った、うん、そしたら男が 4,5 人来て、うん、女性は結構いい年で、お姉さんばっかりで、まあ、結構言ってますね、皆さん。じゃあね、ミッキーの中におっさんとか。ただそれが着ぐるみの中なのか、それともダンサーたちなのかは分かんない。教えてくれなくて。まあ、2回さ、ミッキーがバーって撮った瞬間、おっさんで。やだよ。あ、でも、自慢していい？あのね、ディズニーランド運営会社のね、オリエンタルランドの社食はうまい。そうだ。いいからそういう。そういう豆知識はいらないんだよ。社食美味しいんだ。つかさっきも言ってたんだけど、あの、学校出て初めての仕事がディズニーランドのメイキング映像の、あの、使い走りだった。あー、そうなんだ。それで、だから初代アンバサダーの任命式とか、あと、オープン直前でこう施設は全部出来上がってる。スタッフも全部いないのは客だけで、そのいない誰もいない空間に向かって、みんなどうもありがとう楽しかったかいってこうスタッフが一生懸命言ってるのを散々聞いて、で今でこそ多少町らしくなったけど、当時は本当に何もないとこだったんですよ。なんかほとんどマッドマックスみたいな
こう荒野の真ん中にこう国道が作ってあるとその向こうになんかでっかいお城があるみたいな。だからそこに毎週のようにで、オープンしてから1回だけ当時の彼女と一緒に行ったんだけど、うん、もうそれでいいやと思って、ただかわいそうなことにうちのかみさんと娘が大好きなわけです。あ、なんかこの間も行くって言ってましたよね、何年末の時。アンバサダーってさ、アンバサしか頭に出てこないな、あの飲み物の。違う、知ってるけど違う。あのカルピスのさ、薄いやつみたいな。違う。ファミレスに行くとあるよ。私よく飲む。アンバサ。よく飲む。じゃあ、ツアー組みますか、ディズニーランドで。舞浜のあるでしょ。丸と長屋さんをスペースマウンテンに乗せる会議。でもね、ディズニーは全部そういう軽装積装系はやめてくださいみたいなの全部書いてある。そう注意書きみたいな。で、私はそういうのすごく聞かれるけど大丈夫ですからって言って断っちゃうし、あとね、乗るときに車椅子から例えばこう持ち上げて乗り物に乗せることは OK なんだけれど、非常事態の場合に自力で歩行するか、もしくは介助者がこうおぶって避難通路を渡っていけない限りは絶対乗せてくれない。だから私は別に歩けますからって言って乗せてもらったけど、でもその歩く距離が半端なかった。中がこう迷路みたいになってるから、その中を歩くから3キロぐらい、うん、止まるんじゃなくて入る前に確認されんの。もし非常事態で止まったら多分3キロぐらいは自力で歩いてもらいますけどとか、あとはしごを使って登ってもらいますとかすごく言われて。でもそれ聞いたんだけど、それディズニーマニアのやつが、いや、ケルキって言いますよね。だから多分それをね、嘘ついて別に、あ、行けますって言ったら別にそれは OK だと思うし。てか俺送りますよ、だから。だからちゃんと介助者に送ってもらって、それでバンジー OK ならいい。さっきも話したんだけど、明日こそバリアフリーでしょとかなんか言ったら、うん、全然、うん、しんどいっすよ、車椅子で行ったら。スペースマウンテンってのはジェットコースター系はみんなそうですよ。そうそう、それもだし、普通のなんていうの、階段、ディズニーシーの方は特になんだけど、なんか階段が多いから、それを迂回するためのスロープがすごい多くて、そう、漕いでるだけで疲れちゃう。割引がないんだ。そう。ないんだ。ない。で、なんで割引ないんですかって言ったら、パレードとかで十分楽しめますから、ね、言い訳をつけてくるんだよね、まあでも遊園地って基本的に割引ないんだ。うん、まあ聞かないね。食後の薬。そうそうそう。あ、ちょっと。あ、大丈夫大丈夫。いや、ちょっと待って。あ、うん、食後だけど食中にも全然ありだから。全然。これ飲む。麦茶、発泡麦茶。家で作ろうと思いながらまだ試してる。いや、難しい気がする。カフェないですか？なんだ。買いにちくわ買ってやるから。なんか話してる。ごめんなさいね、ウニが間に合う。私のこと突然で申し訳ないと思って、この1週間漁に出れないって嘆いてたから漁師さんが、まあ、近々あの、ね、長屋家で忍
白いご飯と塩を用意してくれるっていう。うん、じゃあ私はお箸持ってこうかしら。食べるだけ。ちょっと前もぎて取ってこい。やる？つうか、オーストラリアでもう入れ食い状態でウニ掴み取ったことがある。いいな。本当に水玉模様っていうくらい。あ、投げてあなた痛そうでね。痛いんだよ。岩国でやったことあるけど痛かったもん。で、潜って取ってその場で割って食うんだけど、食い終わった後に果たしてこれって食えるウニだったんだよ。そう。私も一回やったことあるんですよ、日本で。海行って、金沢かな、金沢から海に入ってウニがいっぱいあったから取ってきて、みんなですごいって言って開けて食べたはいいけど、大丈夫かな明日みたいな、みんなで、まあ、とりあえずウニ食って死んだっていう話は聞いたことないけど、そうでもなんかそんな大げさな話じゃないんだけど、エキノコックスって言うんだっけ、寄生虫知ってますね。はい、聞きますね。北海道のキツネとかそういうのに寄生してる寄生虫で、こう人間の体に入ると潜伏期間がすごい幅があるんですって。何年な10年っていう、その幅の後に発症したら命にも関わる。すごい目がやばいやばい、これ北海道よく行くから。いや、要するに野生動物に触ったり噛まれたりしたら気をつけろっていう、もう10年ぐらい前だけど、バイクで北海道行った時にこうキャンプ場にテントを張って、でその後下の町まで飯食いに行って、で食材を積んでまたキャンプ場まで上がってきたんですよ。一人だったからで、キャンプ場入るのに右折しなくちゃいけないから、こうやって対向車がこうやって通り過ぎるの待ってたら、俺の目の前をいきなり3匹のキツネがダーンって走ってって、あ、バカ死ぬぞって言った瞬間に、最後の1匹の一番ちっちゃいのが対向車に跳ねられそうになって一回跳ねられたんですよ、目の前で。あ、やったって思って見てたらそのキツネが倒れて、そのまま一生懸命立ち上がろうとして、あ、生きてんだと思って、パッと見たら向こうから車がバーンって1台来て、あ、やべえとか思って、何も考えないで、ね、バイクでその狐の前に出て、ヘッドライト向けて、全然見てなくて、生きてるかとかやられて。本当に。うっそー。で、それで横倒しになって、わーっとみんながなんだなんだなって、まあ、集まってきたりした話があったんですね。わお。はい、お待たせしました。そんな、はい、ありがとうございます。すいません。びっくりした。かわいい。何これ。ちょっと写真撮ろう。はい、ちょっと写真撮ろう。はい、お前も嫌いか。みんなも嫌なんですよ。あ、ダメ？まあいいじゃん。まあいいじゃん。かわいい。お前に食えとは言わないから。なんか3枚すごい。すいません、知らなくて。彼氏さん用に。あ、ごめん。もう大丈夫です、大丈夫です。彼氏さん用に。いいっすよ、いいっすよ、そんな。まあ、そう言わず。そんな、そう、最近あんまブログをやってないんですよね。これすごくないですか？いや、なんか私今撮ろうとしてる。うん、撮ったの保存してます。そう、俺の手作り。え、すごい。超頑張った。わお。これはあれ一人で食べないと。それはもうですよ。さっきからなんかもうこんないっぱいいっぱいなんです。別腹でしょ。女の子よく別腹って言うからね。すごい可愛い。帰っていい？じゃあ持ち帰って。本当ですか？持って帰っていいの？全然皆さん食べましょうよ。じゃあすいません、包んでください。やだ。やだ。ダメ。すごい。
彼氏さんは今東京にいない？いないです。